おはようございますすキャプテン山本です今回は、えー、眉毛についてですね喋っていこうと思うんですけどまあるっていうか、まあ、おしゃれな感じに仕上げる眉毛のやり方っていうことでお伝えしていこうと思うんですけど、えー、まずですね、まあ、僕の眉毛歴史というかあ感じでお話ししようと思うんですけど僕は結構毛深いんで眉毛放置すると、まあ、若干つながってしまうということでですね、まあ、中学生ぐらいの時かな あまあ母親のなんかこう顔の毛剃るやつあるじゃないですかあれでまあ眉毛のその眉間の毛は剃ってたんですけどであとは放置プレーっていうか形でやってたんですけどね、うん、なんでまあその程度の眉毛の処理でで高校の時からちょっとまあおしゃれというかそういうのに目覚めてですね、まあ、毛抜きとか買って、まあ、抜いてですね細ーくしてまあシャランキューのつんくさんが好きなんでめっちゃ細くしてですねで、えー、眉カットの ギャ,ッツギャッツビーのやつあのまあギャッツビーだかギャッツビーなのか知らないですけどまあその毛抜きじゃないあのー、眉,眉毛のカットのやつをですね、まあ、薬局とかで買ってですね、えー、眉毛が細く薄くみたいな形でしてたんですけどでまあそういうような歴史ですねがあるんですけどで今どうしてるかっていうと、えー、基本的には眉毛って は、あのまあ、眉間の、えー、毛は抜きますが、あとはまああまり抜抜いたりとかはしてないんですね。うんでじゃどうしてるか？っていうと脱色してるんですよ。脱色そうで、まあその脱色のクリームはですね。どういうものを使ってるかとかっていうのはちょっとブログに書いてあるんで、あの見ていただきたいんですけど、でそうですね。えー、まあ、脱色って言ってもその？ 無駄毛用のやつなんですよね、うん、でいろいろ高いのとかも結構買ったんですけど意外と薬局に売って,てる一番安いの安いのがあるんですけどなんてメーカーかちょっと分かんないんですけどあのその安いのが一番良かったんですよね、うん、なのでそれ使ってるんですけどねでまあこれはちょっとただ、えっと、基本的に眉毛に脱色しちゃったしかダメなんじゃないかな。 眉毛には使わないでください。眉毛っていうかその顔とかには使わないでくださいっていうのが書いてあるんで、あのちょっとまあやってどうなるかっていうのはちょっと責任は取れないんですけど、僕はそれは使ってますね。で、なんだろう、えーまあ、眉毛染めたり、結構最近芸能人とかでもね、まあ、最近じゃないのかな、まあ、何年か前からとか、まあ、眉毛脱色してる人とか多いですよね。あとこう、何て言うのかな。 こう眉毛をカットせずにこうも,も,さ,もさっとしてるというかそういう人がやっぱ多いんですよねでまあ僕も一応黒髪なんですけどで割とまあその時によるんですけどデコ出したりとかしてるんですよね黒髪でデコ出して、えー、で眉毛はちょっと金髪みたいなまあ金髪とまではいかないかな若干金みたいなまあでも染めてるのは分かる程度のレ,あのレベルなんですけどでもまあなんだろうな割と営業今はちょっとあのー サラリーマンじゃないんですけど、サラリーマンの時とかもそんな感じだったんでで法人営業とかしてたんですけど、まあそんなに何て言うんですか？え染めてるみたいな感じの顔はされないので、まあ、光に当たったらわかる程度ですかね。うんまあ、この辺はちょっと自分で調節してほしいんですけど、あのまあ、そういった形で結構こう。何て言うんですかね。意外と変にならないんでうんえ。髪の毛黒くて。眉毛 染めてをちょっとおかしくないですか？みたいな感じのことをね。まあ、言われないですけど、友達とかに言われたりするんだけど、まあ見ればわかるだろうとそんなおかしくないんですよ。うんまあ、マッキンキンとかじゃおかしいかもしれないですけどね。そうまあ、マッキンキンにはなんないんでまあ、ちょっとやってみればいいんじゃないかなという感じですね。 で毛抜きなんですけど、あと、毛抜きは100均のでいいんじゃないかなっていうふうに思います。まあ結構高い、えー、薬局とかのだと800円とかしますよね。うん。で、めっちゃ高いやつありますよね、なんか毛抜き。それは使ったことないんですけど、薬局のその、なんだろう、800円とかのとか、まあ1000円以上の毛抜きっていうのもありますよね。使ったんですけど、僕一番いいのはやっぱり100円のやつですね、が一番使いやすかったですね。変に高いのかより、やっぱ百100円のやつがいいのかなっていうふうに思ってますね。うん でまあこれから眉毛多分細くしすぎない方がいいんじゃないですか今のまあ時代によると思うんですけどそれも今の時代はまあ眉毛細くしすぎずえー、あんまり処理せずに金髪にするのが一番いいんじゃないかなというふうに思ってますでまあそれっぽくなるんででそれっぽくなるってどういうことなんだよっていうふうに思うと思うんですけどまあこれはちょっとあなたが実際やってみてくださいかもしくは眉毛を染めてる人を見てくださいなんかそれっぽいんですよ若干なんかそれっぽいというか <laughs> いやちょっと僕の言ってることな,なんとなくわかる方いますかねこれななんかなんとなくおしゃれ感が出るんですよこれでも結構ねそういう雰囲気とか重要ですよこれなんとなくおしゃれみたいなそうそれが重要なんで,、はい、でそれっぽくなってねっていう今日の話なんですけど、はい、で今回眉毛についてってことで、えー、簡単にちょっとお話しさせてもらったんですけど、えー、以上ですなんでちょっとこれ聞いたら薬局とか行って眉毛染めるねムダ毛のやつちょっとあの買ってください。で毛抜きは 百百円のやつでっていう感じでね、はい以上ですありがとうございました。